女子プロゴルフツアーメジャー初戦ワールドレディスサロンパスカップ第3日4日茨城 GC トン C イコール6665ヤードパー72放置新聞社公演5位で出たツアー2勝の森田遥香新英ホールディングスガニバーディーボギーなしの70で回って通算6位アンダーとし首位と4打差の3位に浮上した 18番のグリーンでキャディーさんに今日ノーボギーだねって言われるまでわからなかった。必死にやっていたと振り返った。12番で130ヤードの第2打を9アイアンで1メートルにつけてバーディーを奪った。14番は第1打を右バンカーに入れて、出すだけのピンチに見舞われながら、5メートルのパーパットをねじ込んだ。 15番パー後は55ヤードの第3打を2メートルにつけ、また一つスコアを伸ばした。小技に定評がある森田。ピンチの時ほど逆に嬉しくなるのかという質問に、それジャード M ですね、ではないですと笑って応じた。難しいセッティングのメジャー大会。自分との戦いという感じ。その時の調子によるけど、 調子が悪くないときは自分にチャレンジできる週になる。初のメジャー優勝へ逆転狙う。